アルバイさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、審査不要、新しいタイプのプリペイドビザ、バンドルカードでネットモリアルの支払いはこれ1枚で完結ということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということで、まずバンドルカードとはということなんですけども、皆さんそもそもバンドルカードってのはご存知でしょうか？最近はCM とかでもよく見たことがあるという方もいるかとは思うんですけども、まあ簡単に言うと誰でも作れるビザプリペイドのカードということですね。まあここに書いてある通り、誰でも OK、無料で始めれるビザが対応するお店であれば使えるということですね。で、特徴は大きく分けて3つありまして、まず1つ目っていうのはとにかくチャージ方法が多いんですよ。コンビニとかネット銀行、ビットコインとか、あと ATM などなどなどということですね。次にまあ年齢制限なしで作れるということで、まあこれはもう主にまあ若い学生さんとかにはいいかもしれないですね。あともう一つはカードに番号が記載されてないんですよ。まあ従来のビザとかだったらまあ番号が書いてると思うんですけども、まあ今回のバンドルカードにはそれがないんですよね。ちなみにカード番号に関してはスマートフォンのアプリ内で見ることができます。そしてまあ今回は先にデメリットからお伝えしたいと思うんですけども、まず手数料がかかるんですよ。まあまずそのかかる手数料っていうのは、まず主にカード発行とキャリアからのこうチャージとかですね。カード発行に関しては今現在こんなキャンペーンはやってるんですけども、まあ、普段だとカード発行にはちょっと手数料がかかります。で、あともう一つがポイント還元がないんですよね。で、まあこのタイプのカードだと先日僕が紹介したこちらのキャッシュですね、こちらだと毎回その 2% 還元されるというのに比べて、バンドルカードがポイントがないので、ちょっとそれが寂しいですね。次にメリットなんですが、セキュリティが高いっていうのが一つ言えるかなと思います。先ほどもお伝えしたように、リアルカード自体に番号が記載されてないので、まあ盗み見られてしまうという心配もなくなるということですね。まあそれに含めてまあカードがめちゃおしゃれですね。なんかシンプルなカードなので、まあなんか以前発表されたアップルのアップルカードにちょっと似てるかなというふうに思いました。あともう一つは使いすぎを防げるということですね。まあ、プリペイドタイプなのでチャージして使えるってこともあって、もう本当使ったら使った分だけなくなるので、まあ、管理がかなりしやすいのかなと思います。で、今回このカードの発行のやり方に関しては別の動画で紹介したいと思いますので、今回はパスさせていただきます。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。バンドルカードの紹介をさせていただきました。まあ、今回のカードに関してはかなり多分賛否両論があるかと思うんですけども、まあちょっとこれはこれとかこれはこれとか何かこう思うことがあれば、ぜひ下のコメント欄にいただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。